こんにちは、カメラマンのぐっちです。ですね、本日は住宅の撮影のやり方ですね。どんな風に住宅建築物の撮影を行っているかっていうのを、今日はちょっと撮影しながら、カメラのモニターを見ながら、ちょっと教えていこうかなと思います。住宅の撮影っていうのは、結構ね、気をつけなきゃいけないこととか注意点とかいくつかあるんで、それを踏まえながら、建築物の撮影ってどんな感じで撮影してるのかっていうのを、やっていければなと思います。ぐっちーチャンネル。不動産会社様とか工務店様とか、リノベーションをしている会社さんとかから建築物件とリノベーション物件の撮影をね、お願いされてるんだけども、僕が撮ってる、住宅建築物の撮影っていうのは、パンフレットの撮影とか、EC サイトの撮影とか、その広告に載せる写真とかですね、そういうのを撮影してます。その賃貸物件のスーモとか、このお家探しサイトいろいろあるじゃないですか。ああいう、撮影っていうのは、してません。賃貸サイトですね、こう見たりすると思うんですけども、かなり雑というか適当な写真だと思うんですよ。まああれは多分すぐさ、とりあえず、内観だけ写真撮って、あ、こんなお家なんだと、キッチンは新しいのか、お風呂は汚いのかとか、まあそういう写真がね、ざっくり見るだけ感じなので、結構あの写真ってね、多分携帯で撮ってる写真で、ああいう写真じゃないですよね。はい。まあ大体広告とか、そういう紙媒体とかに使うような写真がメインですね。はい。ぐっちーチャンネル。まずは玄関から撮るんですね。はい。大体近くにトイレあるじゃないですか。で、トイレを撮って、で、近くに、バスルームありますよね。バスルーム撮って、浴槽を撮って、っていう形で撮っていきます。で、その後に、下駄箱を開けて撮るとか、で、大体その隣に、近くに寝室があったり、子供部屋があったりするんですよ。はい。2LDK とかだと、こんな感じになるのかなと。1DK、1LDK でもそうなんですけども、また2階建ての大きい、3LDK とかになると、もっと構造も変わってきちゃったり、トイレがね、1階と2階で2つついてたりするんですよ。で、ついてたりするんだけども、まあそれも1階から撮影して、でその後2階に行くとっていう風に、順番を決めて、こう端っこから取り潰していくというかっていう風にやっていけば、取り忘れっていうのがないと思います。ぐっちーチャンネル。で、基本的に、自分が撮影してるときは、ソニーの α7R3 使って、1224だよね。1224の広角レンズをつけて撮ってます。で、広角じゃないとね、お部屋って広く撮んないといけないじゃないですか。例えば35ミリとか、50ミリとか、80ミリとか、いろいろあると思うんですけども、それで撮っちゃうと狭くなっちゃうんですね。なんで、12ミリから24ミリの、自分は広角レンズを使って撮影してます。で、それ以上のね、広角レンズっていう風になっちゃうと、もうすごく湾曲して歪んじゃうんですよ。歪んじゃうので、だいたい12ミリあたりでちょうどいいのかなと思います。で、先ほど、言った通りに、バスルーム取りまして、寝室取って、子供部屋取ってってなったら、中に入ってくる。で、そしたら、キッチンが、ね、あったりしますよね。で、キッチンを取って、で、どの角度から、どういう風に、このキッチンも、全部の部屋もそうなんですけど、どの角度からどう取ると、一番、わかりやすく、で、綺麗に、歪まずに、取れるかと。で、何を見せたいかですよね。ただただキッチン
に行ってキッチンが分かる写真を撮るだけで意味がなくて、このパンフレットにあったりとかホームページで使われるっていう時にどういう風に使うかっていうのを想像しながら、まあ、どこにピントを合わせるかっていうのが大事なんですけども、それも踏まえた上でただ撮るだけじゃなくて、どの床からどの高さからカメラを横に向けるのか縦に向けるのかをまた見え方と見せる場所っていうのが変わってきますよね。お家の撮影で基本的にそのストロボとか、ライトっていうのをネットで用意して打つってことは照らすってことはしないので、まあ、あまりにも暗いですよね。まだ電気がついてないお家とかもあったりするんで、そう電気がついてないお家とかもあったりするんで、まあ、そういう時は電気をつけたりというのもします。まあ、でも基本的にはお家の中に初めからついてる電気と、であとは、だいたい午前中から撮って午後の3時ぐらいには終わらしたいですよね。っていうのも自然光で撮りたいんですよ。窓から入ってくる自然な光を家のお家の中に入れて、でその明かりで撮りたいですね。一番自然な明るさでプラスお家の中の、まあ、電気がまだ、電気がついてる家だったらつけてください。写真の納品枚数っていうのはクライアントさんによってバラバラなんですね。もうほんと、リビングとキッチンと、どこへ寝室と分かりやすいカットが撮ってあればそれでいいっていうところもあるし、細かく全部撮ってほしいっていうところもあるし、それはクライアントさんによってまちまちですね。グッチーチャンネル 2LDK、3LDK ぐらいになると1時間はかかりますね。1時間から1時間半ぐらいかなってところです。まあそれ結構慣れてて猛スピードでやって1時間前後っていうところですかね。リノベーション物件なのか、あとその新築の物件なのかで、中身は変わってくるんですよ。っていうのもリノベーション物件っていうのはその家具メーカーさんと工務店さんがなんか、コラボしてもう家具が、ね、置いてある状態で売ってるんですよ。で家具が置いてある状態なんで、お客さん見に来た状態でもう想像しやすいっていう状態になってるね、全部置いたらマットからテーブルから椅子からソファから、ベッドからね、全部ね細かいものまで置いてあって、電気もつけますね、上おしゃれなやつが。で新築の物件ってなると、何も置いてない状態が基本的に、そんな感じですね。すっから缶の状態ですよね。はい、何も置いてないんで、まあ写真は実際何も置いてない方が撮りやすいですね。どんなところを注意しててどこを撮影するのかとか、注意しなければいけないポイントもそうだし、ここは絶対撮らなきゃいけないとか、こう撮ると綺麗に撮れるよとかっていうのをモニター見ながら説明していければなと思います。グッチーチャンネル。はい、じゃあこちらの 1LDK の家なんですが、これ今玄関ですね。玄関開けたら、はい、下玄関、こんな感じ。で、玄関開けるとね、まず、このお家はトイレがあります。はい。で、トイレがあって、で、こう左に行くと、ガラガラと、ガラガラと。ごめんなさい、お風呂じゃなくて、洗面所ですね。はい。洗面所があって、で、はい。このように、お風呂があります。ちょっと、あまり広角の、オズモポケットにね、今、ワイドレンズつけてるんだけども、ちょっと見づらいかな。で、このまま、中に入ってきます。そうするとまずこのお家は最初にキッチンありますね。はい。でキッチンの
端っこから撮るとこんな感じですね。で、中入っていくと、上の電気が暖色で、すごいおしゃれ。おしゃれですね。温かみがある。床もウッドだし、最高です。こんな家に住みたい。で、上の電気もめちゃくちゃおしゃれだよ。すごい。このおしゃれな電気をしっかり写真を撮んなきゃですね。で、リノベーション物件なんで、まあ、こういうところに、棚とか小物とかね、下のマットもそうだし、まあ、ソファーもテーブルもこういう写真立てとか全部ついてるんですよ。で、ついて販売しているみたいです。まあ、一応、広く見るとこういう感じかな。うん。で、このままぐるーっと、後ろから見てみましょう。はい。まあ、コンパクトに、男の一人部屋っぽい感じかな。おしゃれだよね、でもね。あそこの、ちょっと空いてるところに、冷蔵庫そこに置くんだね。そこ。ここに冷蔵庫置くんかもね。そうだよね。一番奥でもいいのかな。そこの空いてるスペースにダイニングテーブル置いてもいいし。まあ、ここ結構広いから、使い方はいろいろできそうかもね。で、このうちはね、この、ベッドが、リビングの横にこうありますね。でもリノベーションだから、昔はここはなんかどうかあったのかな、もしかして。今はね、これ全部、ソファー真ん中にも置いてあるんだけど、まあ、ここのドアをね、こう、閉めると、まあ、この、お部屋がまあ区切れるっていう状態にはなりますね。はい。で、ベッド。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。間接照明ですよ。このあったかいライトって落ち着くね。眠くなっちゃうよ。で、まあ開けると、はい。ウォークインクローゼット。ほら。やばくない？入って、ちょっとね、この動画だと分かりづらいかもしれないけど、広いんですよ。ね。で、上の電気も、こう、おしゃれ電気いいね。っていうところですね。じゃ一応、こちらのお家はこんな感じでした。グッチーチャンネル。じゃあまず、こんな感じですね。この、玄関開けて、外から撮りたいんだけども、ちょっとね、今、時間的に、ご近所様の迷惑になっちゃうんで。で、カメラに初めからついてる水平器使って、で、こういうことですね。この、左右の斜めだとこうなっちゃうじゃないですか。で、これを、まず合わせます。そしたら、この、顔を下に向けるか、上に向けるかっていうところですね。で、これをピッと合わせる。これ今まっすぐの状態なんですよ。で、これで、カシャッと。で、今ちょっとお相撲ポケット置いてあるんで、余計なもの映っちゃってるんですけども、本当はね、何も置かずに、行ってます。まあ大体、ここがね、このスペースが、生きがいスペースなんですけども、こんな感じですね。端っこから撮るんですよね。ズームポケット撮れてるかな？端っこ、四つ角、家、部屋の中に来たら、まず四つ角を探します。で、四つ角に来たら、カメラを向けて、こんな感じですね。どうでしょう。今撮ったの。こんな感じ。ね。うまいね。
お風呂の注意点ですね。これ今ね、ISO 感度1600で F4 で、だいたいカメラのモニター見てやってるんですけども、まあだいたいこのぐらいで撮っちゃいますね。で、また水平器を緑に合わせて、カシャと。あ、鏡映ってますね。鏡映ってるんで、しゃがんでください。しゃがんで余計なものが入らない。例えばこれ左側に今これ手すり映ってますよね。ここに手すり。で、ここに壁映ってるじゃないですか。その壁を映さないんですよ。映さずに必要なところだけ見て、カシャと。鏡には自分は映ってません。はい。まあ、っていうところで、お風呂は以上ですね。お風呂大体ね、1カットですね。これ以上だとちょっと取れないんで。はい。あとで、この今撮った写真っていうよりも、本番で撮ったやつの写真を載せますんで、そっちを見比べてもらえると嬉しいです。まあ、キッチンは、ここちょっとね、後ろに引けないんで、本当はね、引きたいんだけどもね、オズモポケット掘ってば、本当はね、引きたいんですよ。引きたいから、引けないから、ドア開けて、で、この玄関側に今立って、で、ここで、水平合わせる。水平をする。傾いてない。はい、カシャ。こんな感じ。これ今めっちゃ早いと思うでしょ。難しいんですよ。はい。で、そしたら、まあ、リビングなんですけども、こうやって今端っこに来ましたよね。端っこに来て、わかるね。端っこに来たら、ちょっと暗くなっちゃって、外はもう自然光今入ってないんだけど、端っこに来て、要は、お部屋って絶対四角形なんですよ、基本的に。まず四つ角を探します。で、四つ角全部から撮ります。それは基本です。どこ行っても四つ角を撮ります。四つ角を撮るのは、まあ、大きいお部屋は全部四つ角撮りますよね。寝室、リビング、あと子供部屋とか、まあ、全部四つ角撮って、でキッチンとかはちょっとだいたい引けなかったり狭いところが多いんで、そこは一番キッチンが分かりやすいところを、取れば OK ですね。で、トイレも基本的に1カットですね。あとは、お風呂も1カット。玄関と玄関周辺が3カットとか4カットくらいかなっていうところですね。で、今オズモポケットが取れてると思うんだけど、まずね、部屋の角っこに来たら、こう、お家って、お家の高さ、天井ここですよね。で、床の高さ。で、お部屋の高さの真ん中よりもちょい下ぐらいから撮るんですよ。はい。お部屋の真ん中ってどこだろうなと思って、だいたい目視で見てもらって、真ん中この辺だなと思ったら、それよりもちょっと低いぐらい。まあ、ポートレート撮るときは、おへその、全身撮るときはおへその高さから撮るみたいな感じで、お部屋も撮るときも、だいたい真ん中見つけて、その真ん中のちょい下ぐらいから撮ります。っていうことで、そうなると、撮り方ってこうなるんですよ。まあ、このね、α7 が、モニターがこう、ブワンって上がる、傾くやつなんで、これを傾いた状態で撮ります。ちょっと今は撮影、モニター撮ってるんでできないんですけども、こんな感じになります。まあ、自分がしゃがんでみるけどね、パッキって。
自分がしゃがんでもいいんだけど、基本的にこの高さから一番ギリギリまでいってます。ちなみに今12mm、最大マックスで広角ですね。でここで、はい、合わせて、で水平器合わせてカシャと、だいたいシャッタースピードで明るさ合わせた方がいいかな。まあ、ISO 感度いじるときもあるんだけど、ISO 感度はもう800から1600あたりで決めといて、で、あとシャッタースピードで明るさ決めた方がいいと思います。今撮ったのはこういうやつね。あ、ボズムポケット映ってます。うい。で、ここも端っこまで来て、あそこが空いてる。ここね、気になっちゃうんで、ここ閉めます。ちょっと暗くなっちゃったんで。で、ここもね。で、ポイントとしては、まず、こう、はい、水平向けた OK ってなるじゃないですか。そしたら、ここ、この壁、これ右側にある壁ってない方がいいんですよ。こう、何でもかんでも入れれば OK っていうわけじゃなくて、ガシャ。わけじゃなくて、実はこの壁を切ります。はい。切って、ちょっとズームします。ズームして、水平合わせて、ガシャ。っていう方が、実は、広くは見えてるんだけども、横の壁がない方が、はい、2枚目。ない方がすっきりしてるんですよね。この、ここに壁があると圧迫感があって、実は広く取れるからあった方がいいって思っちゃうんですけども、ここの壁って切っちゃった方がいいんですよ。はい。なんで、ここの壁は、まあ、時と場合ですけど、で、またこの端っこに来ました。ここも同じで、はい、この今、左側にね、初めから部屋についてるランプがあるんですけども、これも入れないようにして切ります。で、さっきと同じなんですよ。右側に壁があるじゃないですか。これ。この壁があると、こういう写真、はい、こういう写真なんだけど、まあこれでも、いい時はいいんだけども、この壁をこのまま切るんですよ。切って、はい。切って撮影します。はい。どうでしょうか。これ壁あり。壁ありの方が要は多く面積を取ってるんですよ。なんですが、この右の壁をちょっと前に出たり、もしくはちょっとズームしたりして壁を入れないんですね、画角の中に。そうするとスポンと入れない方が実は広く感じます。はい。なんで入れない方が広く感じるかっていうと、まあ、そう、入れない方が広く感じる理由っていうのが、例えば、まあ、この写真で言ったら、ここに今壁がないじゃないですか。で、壁がないってことは、この写真を見てる人は、この写真の右側にまだお部屋が続いてるように感じるんですよ。なので、これ、こっからここまで撮ってるけども、このお部屋はまだ右までビョーンって長く感じれるんですよね。錯覚。だけども、わざわざ、右のね、これ、ごめんなさい。右のこの壁を入れちゃうと、あ、この部屋って、ここからここまでなんだと。っていう風に、圧迫感、要するに家で言うと狭いっていう風に伝わってしまうんですね。うん。まあ、お客さんにね、まあ、見てもらう、これから買ってもらうお客さんを騙すとかっていう話ではないんですけども、できる限りこう広く、開放感があるように見えた方がいいじゃないですか。
ていう風になった時にここの壁を入れない方が良かったりする場合もあります。全部がね、全部そういうわけじゃないんだけどもね、ここに入れた方がいいって場合もあるんで、時と場合ですけども、まあでも結構切っちゃうことの方が多いかもしれないな。もう初めから切っちゃってますね。後で編集でトリミングするっていう考え方だとちょっとサイズが変わってきちゃったりするんで、もう撮影の段階で切ってます。はい、これ分かりやすいよね。うん、まあ、その分ちょっとね、左の方まで入ってきてるんだけども、ない方が広く感じるんですよ。っていう、こういうことですね。で、まあ、大事なところっていうのは、まずね、床から天井までの高さを見て、で、真ん中この辺かなと思ったら、それもちょっと低いぐらい。から、いつも撮影します。それは全部統一してください。全部同じ。どの部屋に行ってもその高さから撮ってくださいね。この部屋は膝の高さから撮る。この部屋は目の高さから撮るっていう風にしたらダメなんですよ。でね、もうよく、申し訳ないんだけども、下手くそなカメラマンの写真を見ると、こう見えます?こういう写真。これ最悪ね。上から見下ろしてるやつあるよね。何ですかこれっていう。これはもう、監視カメラの写真ですかっていう。まあ、下から見下ろすと、見上げると、こういうことになるね。これ下から見上げた写真です。NG だと思います。で、これ上から撮った写真。これもね、NG です。NG だと思ってます。はい。これが好きな人はこれでいいと思うんですけども、上から撮った写真ですね。上からこう見下すような写真ですね。あとは下から上を見上げるような写真。微妙ですね。はい。なんで、いつも同じ高さっていうのを大体ですけども、じゃあここだとしたら、この高さを統一して写真撮ってください。これがカメラが横にな、縦になっても、横になっても同じです。こうだとしても、こうだとしても同じです。で、基本的にはすべての部屋がカメラを横にして撮ります。この状態です。横。で、後ろに引けなかったり、狭かったりするときに縦にします。で、大体ね、トイレって狭いじゃないですか。長方形なんだ。だから縦になります。お風呂も縦だね。うん。玄関も縦か。あと、通路も縦だね。すごい大金持ちの広いところは横で撮れるかもしれないんですけども、ちょっと狭いところね。そういうところは縦で撮ります。で、それ以外は全部横ね。あと、クローゼットも縦で撮ります。はい。一応ね、この画面で、わかりましたかね。で、基本的にはこのね、G レンズ、1224G ですね。これで撮影してるときは F は4で撮ってます。4です。はい。で、4で撮影して、だいたい ISO 感度はその日の天気にもよりますよね。曇りの日か晴天の日かでも変わるんで、800から。まあ最大でも1600、2000ぐらいで留めておいた方がいいかもしれないですね。このカメラは画質がいいんで、高感度強いので2000ぐらいでもいける場合もいけると思います。だいたいシャッタースピードは、一番遅くても40、50ぐらいが限界だと思うので、それ以下にもしない方がいいと思います。ブレちゃう。で、基本的に僕がいつも撮影してるときは、ワンショットで、ワンカット撮って終わります。同じ構図、同じ写真っていうのを何枚も撮って、後でセレクトするっていう方法はしないです。もう撮影の時点で水平を撮って余計なものを入れない。で、もうその撮影の時点で完璧な状態で撮っちゃうんですよ。で、編集のときに歪みの補正して、明るさの補正してっていうのだけします。
撮影の時点で適当に撮っておいて、編集で、あとトリミングしたりするのか、あとカーカーの傾きね、めんどくさいんで、もう撮影の時点で、全部、撮影の時点で完璧な写真を基本的に撮っています。で、編集で、データ、編集で露出補正と、傾き補正と歪み補正で、たまにトリミングするときもあります。一応そんなところですね。で、一応こんなところで、撮影の、住宅撮影の、方法っていうのをこれで、教えました。ぶっちーチャンネル。はい。どうでしたか？今ね、全部回って、玄関から始まって、トイレ取って、お風呂取って、キッチン取って、リビング取って、寝室取って、で、あと、収納スペースですね。押し入れ、クローゼットですね。クローゼット取って、で、今こんな感じでっていうので、細かい注意点をね、教えて、全部ね、レクチャーしたと思うんですけども、どうですかね？難しそうですか？まあ、そんなに、ポイントさえ押さえちゃえば、難しくはないと思います。一番大変なのが、平行ですね。うん。お家の中って、この壁の端っことか、いろんな、そのレールの平行の線、水平線、水平の線と平行の線があると思うんですけど、それをね、注意して、まっすぐに撮ることが大事ですね。で、大事なのは、カメラについてる水平器を使ってもらって、こう、あと、カメラが今真ん中なのかとか、傾いてるのか、もしくはカメラがこう、左右に傾いてるか。で、こう、内側、外側にこうやって傾いてるか、っていうのを、見て、もう完璧にまっすぐなところで。で、ここで、また起きる。はい。まあ、そのところで、まあ、日本全国ね、お家をたくさん売ってますよね。で、日本全国至るところに不動産の会社様がいて、工務店様とか、イノベーションしてる会社さんとか、いると思うんで、この、撮影のね、住宅の撮影の仕方っていうのを見て、ぜひともね、広角レンズを買っていただいて、もし、まず自分のお家から撮って練習してもいいかもしれないですね。で、こんな作品中ですか住宅の写真撮れますよと。で、いうので、いろいろね、電話したら、もしかしたら、お願いしてくれる会社さんの近くに、あなたのお家の近くにね、もしかしたら、あるかもしれない、いるかもしれないんで、お家ってもう、いい食住ですよね。もうずっとなくならないんですよ。新しく古い家は、ね、壊されて、新しい家が建って、で、マンションが建って、新築の一戸建てが建って、っていう風に、まあ、撮影っていうのはずっと、あると思います。ただ、一個だけちょっと怖い点というか、まあ、今後ね、今もう最近あるんですけども、VR になったり、AR になったりとか、あとはもう 3D で、もうね、お家の映像が作られていて、で、それをこう、架空の家の絵が作られていて、はい、それをもう、上から俯瞰で見るとか、あとはこう家の中の写真をバーって撮ると、それがこう CG で立体的になって、パソコンの画面の中から好きなように移動できるとか、まあ、実は、もしかしたら近いうちに、こういう建築物、住宅の建築物のスチールの写真っていうのはもしかしたら少なくなっていくかもしれないですね。今ですら、まあ、結構もう、だいぶ前からだと思いますけども、360度カメラですよね。最初、リコーのシーターから始まって、皆さんも見たことあると思うんですけども、お部屋の真ん中にポツンとあって、こう、スライドしていくと、こう上も見れるし、横も見れるし、ね。まあ、便利ですよね。まあ、ああいうのがあるし、まあ、どん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 、いろんな、テクノロジーの
進化で、まあお家の中の撮影っていうのも変わっていくと思うんですけども、まあそれもね対応して自分たちも対応できるように、あの360度カメラを撮れるのでもいいし、まあ、まだ、そういう360度の、動画とか、写真とかっていうのを取り入れられてない会社さんとかもいますので、そういうところはこう写真を撮ってあげてパンフレットにするところもありますし、あのチラシとかポスターとかにしてるところもありますので、そういうところの手助けに、なれると思います。はい、まあ、年間で結構何十件とか数百件とか写真撮ったりしてるんですけども、たくさんまだまだ新しい家が建つイコール、そういう写真が必要な、ところもあると思いますので、ちょっとこの動画を見てね、勉強していただければなと思います。こんなところでカメラマンのグッチーでした。ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございました。次がレタッチ編集方法っていうのを、まあ、ちょっと教えられればなと思います。